お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2020の開封動画です。これは2回目かな、やりたいと思います。これはですね、ワンボックス20パック入りのでなっておりますので、10パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずはこちらの前編10袋を開けたいと思います。こちらはワンボックス6パック入りでございます。それではね、やっていきたいと思いますが、ノーマルカードはね、見せるだけです、うん、一応ね、置きますけどね、以前前にノーマルカードはね、見せなかったんですけどね、見せてほしいっていう方がいらっしゃいましたのでね、今回はね、見せたいと思います。まずは西川遥輝選手のね、カードでございます。ノーマルカードはね、見せるだけにしたいと思います。で、キープレイヤーですね、中島拓也内野手でございます。さっきね、西川遥輝選手は現在は、楽天の方に在籍しております。さあ、袋目でございます。ごめんなさいね、これね、結構これ滑りやすいのでね、はい、でホールド1ですかね、堀瑞貴投手のカードでございます。3袋目でございます。ホールドは中田翔選手です。現在は読売ジャイアンツに在籍しております。でこちらね、有原康平投手のカードとなっておりますが、こちらはね、現在はソフトバンクホークスに在籍しております。4袋目でございます。近藤健介外野手です。現在はソフトバンクホークスに在籍しております。5袋目でございます。はい、残りね、5袋となりました。6袋目でございます。ちょっとごめんなさいね、滑りましたね。ちょっと移動します。で、清宮幸太郎選手のカードでございます。7袋目でございます。
でワンボーロン選手のカードでございます。8袋目でございます。でこちらね、小笠原道弘ヘッド兼打撃コーチの時のねカードでございます。現在はね、読売ジャイアンツのねコーチをやっております。で宮西直樹投手のカードでございます。9袋目でございます。前編ラストの、10袋目でございます。あ、中田翔選手のねカードでございました。以上でございます。以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2020の開封動画前編を終わりたいと思います。2回目でございます。後編の方はね、期待大ではないでしょうかね。後編の方もねやりますので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。